鉄尾3月28日から1934年9月7日は日本の海軍軍人5.15事件の海軍側被告人を裁いた軍法会議において被告特別弁護人を務める。操縦員として夜間訓練中に殉職。最終階級は海軍隊員。東京府出身。芝中学を経て海軍兵学校に入校した。朝水は 目から鼻に抜けたと言われる秀才で、最終学年では第二文体五調を務め、1928年3月、開閉56期を111名中3番、恩師で卒業した。56期の練習艦隊は、甲州方面に向かい、帰国後に京都で行われた昭和天皇の即位式にとれず、十科学校教育や艦隊排除を経て、 翌年11月海軍将位に任官している。すでに同期生の山岸博子小垣清林林正義らは国家革新を目指し秘密裏に大司会に参加していた。浅水が弁護した一人である小垣清は藤井一志泣き後の計画立案の中心的存在であった。1932年5月15日、上述の三名や同期生の中村義を 海兵54機の三上拓海軍士官10名、立花の講座ブローラの愛嬌塾関係者、陸軍士官学校生徒は、犬海武士総理を射殺した。当時霞ヶ浦海軍航空隊で、総縦学生の学生長であった浅水は、同期生らと相談の結果特別弁護人に選ばれた。同じく特別弁護人となった浅田氏六蔵と弁護士の、塚崎忠義を訪問し、 無報酬弁護や他の弁護人専任人の約束を取り付け、清瀬一郎、林一郎などで構成される弁護団が結成された。朝水は横須賀陳夫婦となり収監された被告人らの面倒を見ていたが、支払いを受け負った林らの書籍購入代金が高額になり困惑する一幕もあった。なお開閉同期生は死後の遺産分配や、 不祥事を起こした者の身体問題にも関与するなど、家族ぐるみで親しい関係を持っていた。ただし、5.15事件においては弁護人を出さなかったクラスもある。現職総理を現役海軍士官が射殺する前代未聞の事件は、世界恐慌の影響で疲弊した、社会状況やロンドン海軍軍縮条約での、 統水権看板問題などを背景に抱えており、被告人に対しては批判とともに同情論も存在した。海軍部内もその処分をめぐって意見が分かれたが、厳罰派も同情派も事件の動機が有国の情に発することを認めて、被告人らの心情に理解を示していたのであり、また新聞や世論にも同様の傾向があった。同情派には加藤幹次ら艦隊派、 岡村特長、小園安妙、玄田実、板谷茂など、体官では、田中光明が同調した動きを見せている。海軍側被告の裁判は、高須志郎大佐が裁判長となり、7月24日に改定した。後半が進むにつれて、被告人に対する同情論は高まり、寄せられた、原型嘆願書は69万7000通。中には、 結晶が1200人数含まれていた。9月11日には、山本隆治検察官の論告休憩、浅水、浅田の特別弁論が行われ、山本検察官は次の3件の要件を満たす、ことによって反乱罪を構成するとして、三上、小が黒岩勇の3名に死刑を休憩した。軍刑法105条には、左の規定があります。復讐の道に違うことを目的として、 党を結びたる者は、うんぬん、6月以上5年以下の金庫に処す。と規定せられるより見るも、みんなるごとく、党を結ぶことのみにても、罪となり処罰せられることとなっております。現行海軍刑法においても、兵器を取りある種の犯罪を実行したる者は、夫特に重く処罰せられることと、相なっております。反乱をなすとは国権に抵抗して、暴動をなすことを言うのであります。 軍人は国家の感情として国防の任にあたりまた非常警察の場合において国家治安保護の任務に服すべきものであります。しかるにその本軍に背き国権に抵抗しその治安を貧乱するがごとき行動は現にこれを戒しめねばなりません。林正義5.15事件東京軍法会議これに対し朝水は56期を代表し熱弁を振るって弁護した。 この際の朝光の様子は、検察官を睨み、卓を叩き、涙ながらのものであり、被告人らも涙を流した。新聞はその様子を、満員の法廷は、真として声なしと報じている。弁論内容は次の通り。我が旧友が、直接行動を選ばねばならなかったのはなぜで、ありましょうか。現在日本の世相がしからしめたのではありますまいか。売れ入れうべき。 この掃を恐るべき、この国難の時局は、一体誰が持ち来たらしめる、ものでしょうか。1921年アメリカの策略は、平和の美名に名を借りて、ついにかのワシントン条約を作り上げたのでありました。引き続き起こったのは、日本移民排斥法案の通過でありました。各して輝く希望と殉国の熱性を抱き、江田島を巣立ち、 太平洋の土涛の上に立った私たちの眼前に展開された世のありさまはいかがでありましたか主力艦の血は補助艦を持って、量の血は質を持って、そしてその燃料と爆薬の血は、ただ我々の熱と息を持って補おうと日夜検部を練り技を磨きつつあった私たちの目に映った国内のありさまは果たしていかがでありましたか自閉はこってついに恐るべき。 議会中心主義となって現ああれ不戦条約となって、その正体を暴露し、ついに亡国的ロンドン条約は締結せられたので、ありました。身に呪うべき、ロンドン条約でありました。しかも闘水の体験が看板せられたというに至っては、誠に言うべき言葉も知らなかったのであります。ついに国難来る。1936年国防の危機戦。 米国海軍の兵力量は、名実ともに本年をもって、日本のそれを量がし去ろうとしているのであります。さらに翻って、国内の情勢を見れば、思想界の混乱はついにその局に達し、国民は強作になき不況に沈み、人林の果て乱をさえ思うものがあったではありませんか。彼らの真珠は、私たち戦友が、最もよく知っております。都に、政党財閥を攻撃し、 特権階級の火を鳴らすために立った彼らではないので、あります。彼ら戦友の純一無雑春子として、純なる一詩人中の精神のみは是非ともこれを、お汲み取りくださいますことを伏して初期した手つる、次第であります。地で描いた5.15事件の、新総陸海軍内公判と決命団公判の、解説、同期生、浅水中尉の特別弁論裁判長。 高須志郎大佐。高須は、この判決が、お国のためになるよう、ただそれのみを祈ってやまないとのみ談話を発表した。被告らは大抵の際、浅水、浅田に、ご苦労でしたと礼を述べている。翌日には、海兵40期から58期の有志68名によって、決議文が採択され、高須裁判長、大隅峰夫外相、野村直國横須守府司令長官に、 提出予定であると新聞は報じている。11月9日に下った判決は、三上小賀の金庫15年が最高刑であった。鈴木貫太郎は死刑判決を受けた者がいなかったことを許すべからざる失態と批判しているが、高須は家族に対し、必死刑者が英雄死されることを避けたかったと語っていた。翌日、朝水は朝だらと執行猶予となった。 林正義らの釈放を出迎えた。それから数日間、林らは、旧国の英雄扱いを受け、林は、艦隊派の連絡係の役割を担ってゆく。この事件によって、戦前日本の政党政治は、終焉を迎えた。池田清は5.15事件に加わった、海軍士官の心情につき、エリート意識と、現実社会の低い評価とのギャップの存在を、 指摘している。立山海軍航空隊夫となり、翌年9月、第4戦隊所属十住民王高尾のケプガンであった浅水は、夜間演習中に、佐藤ヶ島沖で、行方不明となり、遺体は、大港方面で発見され、収容された。浅水は、女にも見間も欲しき、美男子で、前年の2月には、百武言語の娘と結婚しており、 ニーズマと誕生してほどない男子が残されている。百武は娘に還元一時末の書を送った。浅田四六は海軍大学校を卒業し、太平洋戦争開戦時は英国駐在部官補佐官であった。戦中は第六艦隊参謀から軍令部作戦会議に転じ在任中に神経衰弱に至り戦病死する。 林は1980年、小川1997年に死去した。ただし井上成美、大井厚子豊田熊尾など同情を示さない者たちもいた。ありがとうございます。